で、ちなみに今、我々はその安心サポートショップ売り場に来てますけども、後ろの顔吸水セーフティーの、ね、商品が置いてある前に来ております。このパッケージのデザインの方を説明していただけますか。はい、水色で花柄のパッケージが目印です。花柄が目印になっているということです。さあ、それでは続いてですね、安心サポートショップの案内に行きたいと思います。ここからはですね、こちらのイトーヨーカドー小田原店の福島さんにお話を伺いたいと思います。福島さん、こんにちは。よろしくお願いします。さあ、それではじゃあ早速こちら安心サポートショップの、ね、案内をお願いします。はい、イトーヨーカドーには飲食業にも全分野にわたってシニアの方に向けた各種商品を専門知識を持つスタッフが商品に関するご説明やご相談を受けさましている安心サポートショップがございます。ただいまお出かけ母の日フェアを行っております。母の日のプレゼントのお求めは当店をご利用ください。すぐそばには母の日5月12日、ね、サンキューママということでポスターも出ております。でちなみに安心サポートショップは伊藤洋華堂は全店にあるんでしょうか。一部店舗にはございませんので伊藤洋華堂ホームページで最寄りの安心サポートショップをね、お出かけの前に一度、ね、チェックしていただいてということですね。さあ、そしてですね、今日はですね、まあ、この場にいらっしゃる方とリスナーさんに特別なお知らせがあると思うので、教えていただけますか。はい、伊藤洋華堂安心サポートショップ小田原店ではラジオを聞いたよとおっしゃってくださったお客様先着50名様に特別サンプルをプレゼントいたします。この機会をお見逃しのないよう伊藤洋華堂小田原店安心サポートショップをご利用くださいませ。また60歳以上の方向けの電子マネーシニアナノコカードがございます。会員様だけの限定特典として毎月15日25日は伊藤洋華堂ほとんどの商品 5% オフとお買い得となっております。この機会にぜひご入会ください。はい、ということでね、こちらの伊藤洋華堂小田原店安心サポートショップね、FM 洋華も聞いてよ、ぜひね、お店の方に声をかけていただければと思います。よろしくお願いします。さあ、それではじゃあ、最後に、ね、今出ていただきました福島さん、そして先ほど出ていただきました浅見さん、お二人、ね、最後の一言、声を合わせてお願いしたいと思います。準備大丈夫ですか。はい、それでは行きたいと思います。お願いします。お客さん行きましょう。はい、伊藤洋華堂安心サポートショップに行ってみようかどう。ありがとうございます。福島さん、浅見さんね、声を揃えて、ね、行ってみようかということで、手も、ね、拳握って手も突き上げていただきまして手に向けてありがとうございます。はい、ということでね、福島さん、浅見さんにお話を伺いました。ちょっと最初の方回線が、ね、途切れてしまいました。大変失礼いたしました。さあ、ということで、今日はですね、JR 東海道線の鴨宮駅をスタートしまして、最後は小田原ダイナシティイーストでやります伊藤洋華堂小田原店レポートをお届けしました。ということで、今日の街角レポートこれにて終了でございますね。以上、藤田でした。明日はですね、どこでしたっけ。明日どこでした？どこでした？東島さん。あ、明日ですね、戸塚駅スタートです。戸塚駅スタート、今私忘れてしまいまして、うっかり抜けてしまいまして、リスナーさんが教えてくれました。ありがとうございます、リスナーさん。リスナーさんの方がレポートを知っているというね、場所を知っているので。戸塚駅スタートで東俣野町バスに乗って向かっていきたいと思います。以前メッセージに出た、ね、あの公園、新しくなったところがあるね、見てみたいと思います。そうでございます、富士山インドパークでございます。はい、ということで、街角レポートはリスナーの皆様に支えられてお届けしております。ということで以上、藤田でした。ありがとうございます。